兵庫の奥谷議員自宅を事務所扱いし、その電気、水道、通信代等、政務活動費から拠出、議員特権で自宅光熱水、水費等の4分の1を税金補填しておきながら、都合悪い時だけここは自宅であるから抗議来るなというのはちょっと筋が通らないのでは。兵庫県の、奥谷健一、県議会議員、百条委員会後の記者会見で、立花に脅迫されたという発言をしていること、この脅迫をしていない、私は政治的に彼を批判しただけであって、脅迫などしていないんですが、脅迫したということで、逆にこれが名誉毀損に当たるということで、奥谷を相手に裁判します。証拠の動画です。はい、ちょっとその件については後ほど僕もちょっといろいろ喋りたいことがあるんですけど、一点その先ほど上野委員からもありました、あるまあ候補というか立花氏ですけれども、私の自宅の前で街頭演説を行ったとこういうことです。で、まあ、これについては私もあらかじめその情報を友人から聞いて、まあ、母は避難してもらったんですけれども、まあ、その立花氏がですね、私の、まあ、一応自宅兼事務所なんですけれども、まあ、家の前で、街頭演説を始めたと。で、彼がですね、まあ、ちょっとまだ映像残ってるんであれですけど、まあ、引きこもってないで家から出てこいよみたいなことを言ってたんですね。まあ、ですから立花氏の認識として、まあまあ、事務所と登録はしてますけれども、それがまあ私の自宅であるという認識は彼にはあったということは、これは明白であります。で、またですね、ちょっと読ませてもらいますけれども、まあ、これ以上脅して奥谷が自死しても困るので、まあ、これくらいにしておくと、まあ、これも自らですね、脅迫目的でこの行為をやっているということを自らおっしゃっているということであります。で、当然これについてはまあ、近隣の私の近所の方にも大変なご迷惑をおかけしましたし、まあ、またやはり私も先ほど申し上げましたように母には避難してもらってたんですけど、やっぱり帰ってきた時にはちょっと、まあ、多分怖かったんだろうと思いますけど、まあ、涙を流すようなこともあったので、まあ、私としてこう家族にこれだけ迷惑をかけているというのは大変辛かったですし、まあ、同時にすごい怖い思いをしたということでありますので、これは本当に大変遺憾です。しっかりと今後厳正に対応していきたいというふうに考えていますというところでね、彼も遺憾だと厳正に対応すると言っているので、彼も弁護士なので徹底的にやりましょう。私の方からまずあなたに対して名誉毀損の提起をしますので、明日には提起します。もう本当にこれもね、メディアをこいつ味方にしてですね、こいつの思う通りに書くわけですよね。もうね、こいつ本当やばい。ね、立花氏からの中傷、脅迫、SNS でデマ拡散、恐怖を痛感とかね。まあそういうことを平気で言うやつなんですよね、これ。まあとにかく、ね、部分的に抜き出してやってますけども、僕の動画は当然残っていますので、ね、奥谷に対してしっかりと裁判という形でですね、どっちが正しいのか詰めていきたいと思います。とにかく兵庫県の問題の原因は全てこいつにありますから、こいつが、パソコンの中身を出させないと。ね、皆さん10月25日の音声データ聞いていただいたと思いますが、音声がね、漏れたことも責任取らなきゃいけないですよ、本来は。音声が漏れてですね、そして彼が、元副知事、もうね、親子ほど年が違う副知事に偉そうに言ってですね、彼こそがもう、いわゆるパワハラ、委員長のポストを利用してですね、証言者にパワハラをすると、恫喝するというようなことでですね、今更何を被害者ぶってんねと。まずは東京地裁に提訴しますよとしたら、神戸地裁に移送になるかもしれませんが、徹底的に奥谷委員長とですね、彼を被告にして戦いますので、奥谷委員長は文句があるんだったら、反訴するなり、警察に行くなり、徹底的にやりましょう。まあ、選挙中からですね、まあ、立花さんと奥谷健一百条委員会の委員長はですね、まあ、
まあ、いろいろとバトルがあった、バトルがあったというかね、まあ、立花さんが一方的に攻めてたようなところもあるんですけれど、まあ、ついにですね、昨日の百条委員会で奥谷さんがですね、まあ、立花が、まあ、自宅に来て、まあ、脅迫されたということを、まあ、言ってたので、まあ、それに対してですね、まあ、立花党首がですね、名誉毀損ということで、まあ、提訴するということでございました。で、まあ、内容としてはですね、まず、脅迫ではないと、立花さんのね、言い分では。脅迫ではないと。そして自宅ではないと。自宅ではなくて、まあ事務所だと。結果的に自宅だったということなんですね。で、まあこれに関して、まずですね、まあ丸山穂高さんが、まあ結構鋭いことをね、おっしゃっておられますということで、ちょっと紹介しますね。兵庫の奥谷議員自宅を事務所扱いし、その電気、水道、通信代等、政務活動費から拠出、議員特権で自宅光熱水、水費等の4分の1を税金補填しておきながら、都合悪い時だけここは自宅であるから抗議来るなというのはちょっと筋が通らないのでは。ここが大事ね。税金で維持している公職議員の事務所ということでですね。まあ単なる自宅じゃなくて、まあ税金で、まあかかっている、まあ事務所であるということなんですね。まあで、まあここにね、上、リンクもまあ貼ってあってですね。まあそれ見ると PDF で確かに4分の1ね、一番上のとこね、電気代25%はそのね、計上されているということで。まあこれ多分確かにね、ちょっと難しいですけれど、まあね、自宅として使っているところと事務所として使っているところ、まあとりあえず4分の1安分しているということですけど、まあとにかく確実に言えるのは税金が入っているということだと思います。はい。ということで、まあ立花さんはね、まあ裁判をされるということでございました。でですね、まあ結局今回のまあ選挙でですね、まあ斎藤さんが通ったんですけれど、この選挙が行われるきっかけになったものとして、まあ兵庫県、県議会がですね、まあ不信任案を出して、それをね、全会一致で、まあ可決されたというものがあります。で、その不信任案なんですけれどですね、百条委員会とかね、そういうの結論が出る前にですね、もう不信任案出して、まあそれがね、混乱を招いたということなので、まあ結局はですね、まあ県議会の方には、まあある意味ですね、まあ民意がない、まあ斎藤さんが通ったので、まあ民意がもうないだろうと、全会一致で不信任案出して、その不信任案で辞職された斎藤さんがまた選挙で戻ってきたということなので、まあ県議会としてはですね、まあ県議会こそ、まあ自主解散みたいなね、流れもあるんじゃないかなと思います。まあ流れはちょっと、県議会の方々のですね、まあ発言見ているとちょっと考えにくいのかなとは思っております。まあただ、これに関してはですね、まあいろんな方がですね、まあ県議会解散すべきという話がまあ出ています。でですね、まあそもそも百条委員会というのがですね、結局議会が、まあ、その首長に対してですね、首長というか、まあ、行政に対して、まあ、行うものなので、まあ、結局ですね、まあ、議会の人の、まあ、質によるといいますかね、まあ、結局全員がですね、法律職というわけではないので、まあ、ある意味ね、ちょっとその質というところが、まあ、その議員によるものになるわけで、まあ、ちょっとなかなか今回はですね、まあ、その百条委員会の質というのはちょっとひどかったのかなと思いますが、まあ、上山真一さんによるとですね、やっぱり、まあ、百条委員会というのはもうですね、もう茶番になるということをですね、まあ、おっしゃってて、確かになるほどなという感じは、まあ、しましたね。で、ちょっと、まあ、順番前後しますけれど、で、今回のね、百条委員会でですね、まあ、引き続きまだいくつかあるらしいんですけれど、ちょっと参考人のね、選択がもう、結構悪質だったんですよね。まあ、素人と言ってもいいようなですね、まあ、元新聞記者かなんかのね、まあ、大学教授と、あとはですね、まあ、ある意味、
最初から反サイトである、ね、弁護士を呼んだりということで、まあ、それに対してそうじゃない意見の弁護士も呼ぶべきだということで、まあ、あの維新の会の増山、誠県議がですね、まあ、提案をされたんですよね。まあ、徳永新一弁護士であったり、あとは野村修也弁護士をですね、まあ、呼ぶべきだという、まあ、そういうね、あの提案をされました。まあ、結局、この提案はですね、あの、なんか持ち越しになったのかな。はい。まあ、あの、まあ、委員会のね、あの動画では、まあ、ちょっとそこはね、あの、結論で出なかったみたいですね。はい。本日の、兵庫県議会、百条委員会において、まあ、これ昨日のね、ポストなんですけど、参考人の招致について議論しました。公益通報について、前回招致した山口弁護士とは異なる法解釈を主張されている徳永弁護士、野村弁護士を、招致するよう要望しました。結果、呼ぶかどうか、次回理事会に持ち越し、招致するには専門性や権威が必要のようですが、基準が示されませんでした。少なくとも2022年から文学部新聞学科で教鞭を取るほぼ朝日新聞の記者の奥山教授よりは、私の呼ぼうとしたお二人の方がよっぽど専門性があると思うのですが、ということで、はい、詳細は動画で10分から参考人招致の話が始まりますということであります。で、まあ、これに対してですね、まあ、名指しされた徳永弁護士はですね、はい、徳永先生、百条に招聘したいと維新の議員さんが表明してましたけど、招聘されたら出席されますか、出るよということで、まあ、一つ返事、二つ返事か、はい、まあ、されて、おられますということですね。先ほどの理事会におきまして、現在問題となっております公益通報者保護法に違反しているかどうかのですね、参考人招致を私の方で求めておりましたが、採用がされないということがございました。で、まあ、私としては現在、前回ですね、公益通報者保護法についての議論の中で2名の方、弁護士の方と教授をお呼びしたところでありますが、まあ、両名の方とも公益通報者保護法に違反しているのではないかというご意見がありましたので、今、まあ、世間ではですね、公益通報者保護法に違反しているというご意見と、まあ、違反してないのではないかというご意見、まあ、両論があるように思われます。で、まあ、我々として、まあ、公平公正にですね、両論の意見を聞くべきではないかということで、私の方で、徳永弁護士という方と野村弁護士という方の参考人招致を要求しましたが、まあ、その中で、理事の皆様からですね、例えば反対の意見を述べる弁護士を呼ぶと議論がぶれてしまうというご意見で、まあ、さらにその意見に反対の参考人を呼んでいたら終わりがなくなってしまうのではないかというようなご意見がありました。で、まあ、この意見に対してですね、私ので、まあ、ぶれることが良くないというのは、まあ、結論ありきで進められているような印象を持ってしまうと。で、まあ、私としては永遠にですね、反対の意見をどんどん聞いていこうということは言っておないなくて、まあ、少なくとも両論を唱える放送資格を持った方に話を聞いた方が公平性が保たれるのではないかというふうに考えております。で、もう一方の意見からはですね、まあ、政治的に偏った方を呼ぶことはいかがなものかというような意見で、招致に反対をされましたけれども、まあ、奥山教授、山口弁護士ともにですね、政治的思想ということは問わずに呼ばれているということもありますので、まあ、そういったところは関係ないのではないかというようなお話をさせていただきました。で、もう一つですね、公益通報者保護法に関して専門性がないと、このお二方のことを言われておられました。例えば本を書いている、長年研究をしている、多くの裁判に携わっていると、そういった背景がない方を呼ぶのはいかがなものかということでお話がありましたけれども、これかなり曖昧な基準ではないかというふうに私の方で考えておりまして、こういった基準で却下されるというのは、まあ、少し違うのではないかということを思いました。で、まあ、なぜこの方を呼ぼうというふうに私ので考えたかといいますと、まあ、前回呼んでお話を聞いた山口弁護士のご意見にですね、まあ、違う法解釈と違う法解釈を主張されております。まあ、具体的には1号通報については告発者の探索は禁止されていると、まあ、ただ2号3号外部通報については真実相当性や緊急性、必要性の要件を具備しない限り、調査や探索は認められるというご意見をお持ちの弁護士の方です。で、真実相当性の具備は、通報者側が立証責任を有しておるというご意見で、
また公益通報者保護法の保護要件は真実相当性であり真実性ではないと。でまた真実かどうかの議論は公益通報者保護法の範囲外のことであるというふうにおっしゃっています。で噂話というのは真実相当性はないけれども真実であることもあるということで、まあ、真実であっても真実相当性がない場合がある。その典型例が噂話、伝聞、憶測であるという主張をされております。でこれはですね、我々の議論の中で出てきていない新しいかつ確からしい主張でありますので、まあ、前回参考人として生じしたお二人の意見と反対の法解釈になると考えております。で公平公正な立場から審議するにあたり様々な視点からの意見を聴取する必要があることから承知すべきであるというふうに訴えをさせていただきましたけれども、まあ、ほぼ全ての皆様の委員の理事の皆様から反対意見が出て却下されたところでありますけれども、まあ、ぜひともですね、まあ、公平公正な立場から、議論を進めたいということで改めて、委員の皆様がお揃いのところで議論を深めていただければということで意見を述べさせていただきました。はい、先ほどの増山委員のご発言なんですけれども、まず何点かちょっと誤認があるのかなと思うんですが、まず先ほどの理事会では却下ではなくて次の委員会の承認尋問で、お呼びする、まあ、今回 の日程も時間がもう空いてないのでそういう話で合意がされたはずですけれども、そういう認識ではなかったということですか。はい、どうぞ。そうですね、皆様がおっしゃられた今回呼ぶ必要はないのではないかという意見がですね、まあ、改めて新しい、こういう理由があるから改めて新しい人を探してくれないかというようなご意見だったと私は認識しておるんですけれども、まあ、おおむね理事の皆さんは中立で公平公正な両論が必要であるということには合意をされていたと思います。で今回私が、お呼びした方というのは、まあ、違反をしていないという方をお呼びしておりますけれども、まあ、皆さんがそういう両論が必要であるというのであれば、まあ、今回 その方をですねご提示いただいて、例えば6名の中から誰かを選ぶというような形ができたと思うんですけれども、誰も呼ばれていない中で私の今回ご提出させていただいた方を却下されたというか、次にまた別の方を探してくださいというのは私としては却下されたという認識を持ったんですが、これはどういうふうに考えてよろしいですか。はい、私の記憶ですけど、先ほどの理事会の話し合いでは却下ではなくて、増山委員がおっしゃる弁護士のまあ、その、まあ、実績とかそういうことも踏まえてあまりよくわからないので、まあ、次回までに、まあ、どういった弁護士の方でどういう理由でこの弁護士が参考人としてふさわしいかということも、まあ、合わせて整理していただいて、却下ではなくて、まあ、別に今回で承認尋問が終わるわけではないので、次回までにそこを、まあ、整理していただけないかということだったと記憶してますが、理事の皆さんも特にこの点についてはご異議はないでしょうか。はい、わかりました。ではその形で、はい、対応させていただきますので、次回までに、その方の背景という形でご提示をさせていただくという、まあ、ただその、まあ、その時私が感じたのは、まあ、今回呼ばな、次回までにご詳しい背景をご提示してくれと言われた中で、まあ、本を書いているとか長年研究している多くの裁判に携わっているという専門性をご提示していただきたいというようなお話がありましたけれども、まあ、その専門性というその曖昧な基準でこう今回、次回まで引き延ばしているということはですね、まあ、それがないと承知できないのかなという印象を持ったんですが、そうではなくて何かこう例えば携わったということがあれば承知に賛同いただけるという形でよろしかったんですかね。すみません、確認なんですけど、まずもって、今回の承認尋問ではまず時間の制約があるので、まあ、まずその参考人を呼ぶのは次回でいいんじゃないかっていう、まあ、それがまず大前提としてあったかと思います。先ほどの理事会の議論では、
それから、専門性なんですけど、まあ、それは一例であって、まあ、例えばこれまでお呼びした、奥山教授は、まあ、広域通報の専門家としてずっと、広域通報者保護法に、まあ、精通されてると、まあ、そこはすごく皆さん共通して、参考人としてふさわしいっていうのは、共通理解が得られたと思います。で、また山口弁護士に関しても、広域通報者の消費者庁の委員会でしたかね、のメンバーであるので、まあそういった専門家として、お話を聞く参考人としてふさわしいだろうということで、まあ委員会として合意が得られたというふうに、認識してますが、今回の増山委員がおっしゃられた弁護士の方に関しては、どういった理由で、その方が、今回の広域通報者保護法にの参考人としてふさわしいかっていうのが、まだ皆さんのその、なんでしょう、理解が得られなかったので、まだ次回までにそこはしっかり整理していただいて、決して却下ではなくて、次回またその点については議論しろということで、終わったと思うんですけど、繰り返しになりますけど、却下はしてないですよね。次回検討しましょうということですよね。はいはい。であれば、まあ、私が今回呼ぼうと思ったのは、まあ、今回の事案に対する個別具体的な事例に沿って、意見を述べられていることを私が見たので、お呼びしたいと申し上げておりまして、何かこう権威があるから呼びたいと言ったようなことではないんですね。で、じゃあどの程度のまあ、権威づけ、専門性があれば、皆さんご賛同いただけるかというのを基準がちょっと曖昧でよく分からなかったので、ここでちょっと何か議論というか、教えていただくこと可能ですか。私が例えば、はい、あ、じゃあよろしいですか。はい、上野委員。はい、言われるように、確かにその反対の立場の意見を持っている人の意見を聞くことも重要なことやとはいうふうには。考えます。それで、もしそうならば、個別具体な案件で、徳永弁護士はネットでも配信をされてますんで、一度皆さんにも見てもらったらどうですか。非常に、論理的に誘導するような内容のネット配信になってたっていうことを、まあ私申し上げましたけども、まあそういうネットになるんで、一回徳永弁護士のネットを見てください。それからもし個別具体な案件で、展開をされたんやったら、東京の若狭弁護士も個別具体に今回のことで、提案をされてますので、それやったら私は若狭弁護士も呼んでほしいなというふうに申し上げたということだけ。で、それは今日の理事会では、次の理事会に持ち越されたというふうに私は思ってますんで、今日ここで改めて議論する必要はなかったのではないかなというふうに思いますが、以上です。はい。他にご意見はございますか。はい、お世話になります。まあ、今回私が提示した個別具体に関する、まあ、法解釈をもってでしても、それでは足りないからバックボーンを説明してくれということだと思います。で、まあ、私が新たにではこの方が適当でなかった場合、探すとなった場合にですね、どの程度の何が皆さんの合意を得られるのかというのが全くわからないので、まあ、できればそういった基準なりを示していただかないと私も探しようがないんですが、何かないですかね。あ、はい、松本委員。まあ、そういう意見があったのはあったと思います。まあ、だ一方、それだけじゃなくて、今回請求の中にね、お名前だけポンと出てきたので、まあ、恥ずかしい話、私、この人のこと存じ上げてないので、もう少し分かるような形で共通理解の上で、まあ、協議していきませんかというお願いをしたというふうに思ってます。だから、まあ、何も、この人が今ダメって言ってるわけじゃなくて、まあ、恥ずかしながらお名前だけではどんな方かわからなかったのでっていうことだというふうに思ってるんですよね。違いましたでしょうか。一人の方は、著名な方でしたので、存じ上げてますけどもっていうことですけどね。はい、すぐに。今の話整理して聞くと、これ来週ですから、もうちょっとなかなかここには呼ぶのも難しいだろうと、相手さんの都合もありますしね。ただ、今後についてはその方を協議していくっていう話が理事会でされてたようで、で、
反対されたわけじゃないってことですから、これ別にこの人がダメっていうことじゃなくて、よく知らなかったからこれから知った上でっていう話だと思うんですよ。ですから別に却下されてないから今後理事会の中で日程つけて呼んでいただくっていう話になるのかなっていう、僕は今初めて聞いてそういう理解したんですけど、そういうことですよね。まあまあ松本委員の意見からするとそういうことですね。はい、今のところそういう認識とか、最終的にね、途中でいろんな議論はあったかと思いますし、まあ、基準のような話も出たかもしれませんけども、最終的にはそういう議論で集結したのかなという認識でいたんですけども、そこは大手ます。はい。ということは別に反対されたわけでもないですし、何か理由なくダメって言われたわけでもないので、まあ、そういう理解で今後待てばいいのかなというふうに思ったんですけど、いいですかね。はい、松山委員。はい。では、今のご意見を伺って、まあ、この徳永弁護士及び野村弁護士のバックボーンについてご説明をして、まあ、どういう方かお分かりいただければ、ご承知いただけるということで理解いたしましたので、以上で結構でございます。はい。はい、はい、上野委員。承知するかしないかも、次の理事会での議論やったんちゃうんですかね。私はそういうふうに、受け取ってたんですが。はい、皆様に。いや、もうあんまり残りの回数も少ないので、例えば僕が、じゃあ次、この方たちのバックボーンを説明して、いや、それじゃ足りないよって話になったら、また私探し始めて、間に合わなくなっちゃうという可能性もあるんで、ある程度のなんかこう、基準とかってあるのか、それともまあバックボーンさえご説明すれば、認めていただけるのかという、こうざっくりとした感じ、基準みたいのっていうのはなく、もうそれぞれの方に対するバックボーンをご説明して、その時に皆さんの賛否取って承知するかどうか決めちゃうっていうことなんですか。基準が全くないっていうのが、私誰を呼べばいいのかよく分からなくなっちゃうんですけど、もう一か八か出して皆さんに賛同いただけるかどうかっていう感じなんですか。基本的には、バックボーンさえ説明すれば承知していただけるような感じでしたら全然問題ないです。正山、いいですか。正山委員が請求をされて、で、理事会のメンバーがそれを呼ぶべきだという意見がまとまれば、それは請求することになるでしょうし、そこは理事会で協議しないと、私の一存で決めることもできないですし、やはり理事の皆さんの意見でこれは決定しないといけないということだと思いますが、はい、松本委員。じゃあ、承知できるかどうかは基準がないというような形ですので、まあ、私の方で推薦理由を考えて、いろいろ調べてですね、ご提示して皆さんの判断を仰ぐという形で、次回理事会でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あとですね、やっぱり、上山真一先生ね、はい、まあ、慶応の先生、名誉教授かな、はい、しかし百条委員会が茶番なんて、行政学者、政治学者なら誰でも知ってる、事実を確かめてからとか書類を見てからとかしか発言できない学者もマスコミ同様ダメだったと思うということで、まあ、結局ですね、議会というのはもう、まあ、それぞれのね、議員が、まあ、政治家ということで、政治的なね、思惑を持ってるものなので、まあ、それで構成される百条委員会はもう、それは政治的になるよねと、まあ、中立性とかそういうのはね、まあ、ないだろうと思います。ということでですね、はい。まあ、福永、勝也弁護士もですね、ちょっと紹介させてもらいます。兵庫県議会は、斉藤知事に全会一致での不信任決議をしたが、民意は斉藤知事を選んだ。つまり議会の判断は民意を全く反映できていないわけだ。当然自主解散すべきではないか。少なくとも反斉藤派で躍起になっていた奥谷、丸尾、竹内、藤田議員あたりは辞職してくれよということで、まあ、竹内さんはね、辞職されましたよね。はい、まあ、なんか、今日記事になってて、なんか誹謗中傷されたから、それで、辞職とか言われてましたけど、なんかちょっと違うなって気がしますね。まあでも、いいように取ればですね、まあ、道義的責任を感じてね、辞職したとも言えるかもしれません。ということで、はい、まあそんな、こんなでですね、はい。
はい、まあ、結局ですね、今回の、まあ、兵庫県知事選挙、まあ、結局結論出る前に不信任をね、まあ、可決しちゃったということで、まあ、これでもとにかく混乱を生んでいる。